こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。まずはウインナ今日は4本ウインナーちゃうわフランクフルトですね。フランクフルト4本を食べやすい大きさに切ってフライパンに入れていきます。で、ここにちぎったキャベツを加えます。適当も適当、大適当ですね。で、これを IH の1のままの火力で蓋をして蒸し焼きにしていきます。最後、仕上げの時に強い火にするつもりです。で、今度はこちら側ですね。こちら側には目玉焼き用のフライパン、ちっちゃいフライパンですね。これに油を入れて、適当にぬくめて、たくさん油が残らないようにして、で、一旦ゆでます。卵をたくさん食べるからですね。一つの皿ではフライパンで間に合わない。で、テフロン加工が剥がれないように中火 IH の6まで。で、卵ですね。LL の卵2個分を塩を加えて溶きます。で、これをフライパンに入れます。で、ある程度火が通って固まるまで待ちます。で、もう2個卵を割って溶いておきます。片手なんでね、上手に割れないです。いずれ片手にカメラを持ちながらでも上手に割れるようになれるでしょう。なりたいと思っています。さて、卵を、はい、返していきます。卵焼きですからね。完成です。で、こっちはスパニッシュオムレツですね。はい、まず卵焼き完成です。はい、これが卵焼きです。白ご飯です。はっさくです。で、小さい方のフライパンに卵を注ぎます。蓋をして火力を IH の1にします。で、この間に体重を測ります。今日は朝から一滴の水も、だから昨日夜飲み食いした後一滴の水も飲んでいないし、一滴の米粒も食べていません。もう24時間とは言いませんね。20時間ぐらい絶食、水分も取ってないです。はい、体重 53.2kg、 体脂肪率 12.5%、 体重 53.2kg、 体脂肪率 12.5kg、 基礎代謝1250、内臓脂肪レベル3、筋肉量 44.2、筋肉量スコアマイナス3、これがいけませんね。推定骨量 2.4、 これもいけません。骨量は増えて、しっかり必要ですし、筋肉量のレベルも最低でもゼロにしないといけないんですが、
はっきり言います。運動が嫌いです。これではどうにもなりませんね。体重管理だけ頑張るしかないですね。はい。チーズ食べて2日か3日経って、チーズの脂質分が取れたんですよね。体重、53.2、体重53.2、体脂肪率12.4。はい。さてさて。フランクフルトキャベツを完成させていきます。フランクフルトもちゃんと火を通さないといけないし、キャベツもしんなりさせないといけない。IH の位置では無理なんですね。やっぱり中火 IH の6で炒めないとちゃんと火力が通りませんね。だからといってウィンナーちゃんフランクフルトを焦がすわけにもいかないですからね。この辺はよく考えて、手早く炒めていかないといけないですよね。しんなり、キャベツをしんなりさせるには、蓋をしてもいいんですけどね、この辺でね。だいぶフライパン、熱が灯ってきましたからね。はい、蓋をします。で、この間にこちらですね、スパニッシュオムレツの方、完成させます。しっかりと返して、両面に焼いて、で、これを卵を溶いた皿に入れると、溶いた時に残ってしまった卵液もちゃんと使えます。これスパニッシュオムレツです。はい、はい、こうやって炒めていきますと焦げないように。ちょっと焦げたか、匂いからすると焦げましたね。もうちょっと小さくちぎればよかったんですよね。ちょっと大きくちぎりすぎます。でもまあ、これが結構個人的には好きなんですね。はい、これで完成です。フランクフルトキャベツ炒めです。で、このフランクフルトキャベツ炒めはマヨネーズをかけます。カメラ持ちながらマヨネーズの蓋を取るのはちょっと厳しかったですね。見ててくださる方が見えまわったかもしれません。フランクフルトキャベツ炒めマヨネーズかけです。スパニッシュオムレツです。卵焼きです。白ご飯です。八朔です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。